おはようございます。おはようございます。今日は雨、はい雨でございますまあ私はね、はい、ぶっ飛んどるんですよ。とにかく昨日かな、同級生と喋ってさ、はい、まあ、たまに動画出てくれてる社長だけど、まあ、最近縫い替え道場めっちゃ有名だよねとか言って、そこの従業員が下着で来てるなんか帽子屋さんとかもなんかみんな知っとると、ぶっ飛んでますよねあの人とか言って言ってたらしいの僕はぶっ飛んでます。今日は足場ちょっと雨なんけど、はい、まあ、足場の撮影リュウジ抜き打ち現場チェックということで、はい、行こうと思っております。はい、なかなかね今ね民間だとさ、やっぱさ安全設備みたいなところも問題じゃん。そうですね、そうそう、でごちゃごちゃ言われとんだのに、ね、そうなんですね。ちょっと有名になりすぎちまったどうしようなで今日もコメント欄に来る時に何か書いてあったわ。お前で会社が持ってるんじゃなくて素晴らしい職人さんで持ってるんだよ、勘違いすんなかったけどじゃあその知っとるわバーと思って俺がペンキ塗るわけねえだろ逆にアホお前だからな、バカなのもいい感じにしようと思うんだ俺俺で1週間一緒になって感想は一言で言って、大変その方が大変なの、ね、社長はあんま大変じゃないですけど、かっこいいかかっこ悪いかって言ったら、えかっこ悪い頭がいいか悪いかって言ったら、頭いいそう優しいか怖いって言ったら、怖いもう雨だね、この辺でちょっと視聴者さん引っ張らしてやここら辺でなあ雨だ、もう撮影できんだろう。じゃあ行くか、これ曲がったらもう現場なんだ、行ったら現実が待っとんだわはいなあ雨の中ちょっと撮って、まあ、できるだけ視聴者の皆さんに喜んでいただけるようにできるだけ現場も撮って、まあ、職人さんね特にリュウジはまあしっかりしようとね、あれもはい、うん、無口だけどしっかりしようで、はい、会社のこともすごいね貢献的っていうかすごい考えてる、そうですね、いろんな意味でね他の他部署に対してもやっぱ影響力持ってるっていうかね、いろんなことをコミュニケーション取りながらやってるんで、ここじゃね、これやっちゃってこれだな、おいよ、おやったやった、みんなやっとるやん、ほんとですね、いや気づいてるやん、こっちおるやんあいつらって言って、あの日何しに来たんやみたいな顔しとっちゃうな、はい、チートリやん、チートリじゃるぞあいつ、あ、辻さんですかね、あ、リュウジリュウジずーっとじーっと見ながらジャッキーを緩めております車止めて現場行ってみましょうか、はい、今日はちょっと雨だでね、全部カットされるから、最近全カットされるから俺さそうですねだろう、これ見たらあれ入ってねえなって結構あるだろう、はいどうだっけ、あ、何出しよう、はい、やんのか、あ、もう向こう終わったのか、組み立てたら、なんか行ったな、大丈夫、お疲れ様です、あ、ここも組んだ、あ、この後は組まれてるの、早く取って、早く待ってみんな働いてるのに出てきとんな、これちょっともう、あのミッチーご覧になったもんね、俺がちょっとぶっ壊れてかなかんな、また下にちゃんと壊れるようにしようだ、俺なんかちょっと買い出したんですね、なんてテレビでいなくなったすまんないですよね、社長が店長のやりやるんだなかお、ごめんな、よし、じゃあちょっとトークしましょうか、テレビ出せた、最近また太り始めた、あ太り始めた、ジム行ってない、行ってないはい、すぐ飽きるだろお前、飽きてないと飽きてない、あ、なんで夜10時ぐらいになるとさすがに何そんな忙しいねえや、俺なんか、はい、フボログさせとくんだよ、すんじゃねえよ、全然そんなマスクおそろなんですか、お前一緒に買ったもん秘密のおそろにしろってちょっとおそろにしろって言えやろこいつが買ったとから買ったもん、実は俺から寄ってってもああ、そういうことお前となんかあのあれだよな、カンタの今日買いてありましたね、今日でなんかカンタがなんか黙ってた時にあの子結構コメント入れてくれるよ、キスするカンタみたいじゃん、恥ずかしくなきゃ行きますってなんか恥ずかしそうに言ったんで書いてありましたそんなことできんすよね、逆にも嫁ぐらい出とんのに
どう、まあ、雨だやっぱ大変か。でかい、うん、やっぱ屋根が滑るんだから。そうか。まあでもうちは今あの雨が降ったら塗装班が今手伝いに来たから、2、3人は手伝いに来て、その分早く終わるようにっていう。雨で足場ね、雨で外は。特に手めちゃくちゃかじかんでくるんで、硬くなくなってくる。これでもダメ。これまだまだいい。まあ足場をやってる人だったらようわかると思うけど、そうなんだよなって。塗装班なんで雨降ったら休みで稼げんっていうのは言うけど、雨降って仕事よりいいんだよ。まあそうっす。日曜日出るでしょ、お前らって思うんだけど。雨の日にだって仕事するやったら日曜日の方がいいよ。全然いいですよ。特にこの冬の雨と雪が。一番そう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 、最悪ですね。もう一応職人やっとたね、昔。はい。何で笑っとんの？何で笑っとんの？笑ってないです。, 笑ってもいいんだ。いやでも、もう一応職人だったね。さあ、俺でも別に二十歳の時あったからね。生まれた時は40歳じゃないからね、別に。やばいでしょ、おっさんじゃない、ぐらーとか言って。まあ、3歳からいなくたんだよ。大きいね。じゃあ、何？何話すの？雨で早く帰りたい。早く帰りたい。まあと、まあ、そうなんどうなん、まあ、でもいい感じになっとるな、みんな結構連絡もまめにしとるんだろうしな、はい、結構ね、またジムとようやるでしょ。俺も結構最近事務所もちょこちょこおるじゃん、はい、レイムちゃんとか、あとリリちゃんもジム入ってる、はい、結構なんか、じゃあそういうとこ電話でしょって喋ってな、喋ってる、喋ってるな。まだいい関係だよね、いい、もともと人間関係もあったから、これ頼める、これ、お前もだって安全処理やってたよ。そうですね、安全処理とかで、昨日もトシ君と、トシ君の話してたろ。いや長いな。いや、そんなことないです。嘘つくない、俺とトシ君の長い一緒ぐらいじゃないですか。一緒ぐらいです。うまい、ムカつく。マジで、ほんと腹立ったよ。トシ君は絶対長いって。まあ、長いですね。長いよな、特に酔っ払ったらもう半端ないです。酔っ払ったら長いよ、終わらんと思って。一つのワードでもう15分、30分ぐらいいっちゃう。ライブ向きだよな、トシ君。ライブやってよ。あ、シュマーンのライブやってほしいと思ってコメントがあるから。サブタンでやります。サブタンで。あ、それで、あ、もう発表した。もう発表って言っとんかな。サブちゃんが決まったんで、ぜひ検索してください。で、リリーちゃんも単独でやる。で、シュマーンのこいつらもシュマーンだけでやる。で、これに入ってきた収益っていうのは全部自分たちが持ってる。その代わり、所有はこっちだで、お前らがもう辞めるとかだったらもう会社のものだよって。サイト自体はね。はい。その代わり、バックアップ、サポートはやっていくよってこと。こっちがね。編集とか結構大変じゃん。まあ、今のチャンネル登録者数が全部こっちに来てくれたら。それぐらいかんだろうか。もうみんな、もうみんな裏話す。もうそうだよな。3人。誰がすか？で、お前、ショウ。ああ、そうですね。カンタお前で、まあ月50でも大きいわ。50でも多分1年かかるから。で、ちょっと、あの、トシ君早いね。喋ってもらうもんね。まあね、足場の伸び台とかに使っておこうかみたいな。まあ、両人はそういうふうにいいよな。リリちゃんも、まあ、そう月10万とかでもいいよな。そうですね、大きいじゃん。全然違う。そんな長くいかないと思うんですよ、シャブちゃん。俺はもうシャブちゃんっていうイメージじゃないけど、どっちもみんなメインみたいな感じで、もう全然違うこともないけど、それリリちゃんならリリちゃんと女性来たと思うんですよ。どっちもがお互いいいとして、まあ、そういうなんかよくあの言うじゃん。もう今はもう終身雇用の時代が終わったから、だからその俺はそのまあ経営者の人とかもいっぱい見とるもんで、そう思うんだけど、俺も別にアルバイトとかも全然いいよとか、好きなことやるよとかで、逆に俺はその違う仕事を覚えた方がいいんじゃないって、成長になるし、だから夜とかも今オンラインとかで仕事できるじゃん、在宅で、はい、俺はもうみんなそういうことやってほしいよ。でやっぱすごい勉強になるし、お金もらうっていうのがどんだけ大変かっていうのもすごい勉強になるから、うん、まあちょっと話なくなれるんだこういうところか俺こういうところが長いって言うな。お前もそうだよな、YouTube やって、こうやって、まあ、金になって、まあ、柱が何個もできるっていうのは強いよな。会社辞めるやめは別として。で、結婚とかも考えたわけ。結婚も考えてますね、もう。考えてる？考えてます。あ、マジ？あんまり違うって言っとったの？もう、席入れる日にち決まってますね。え？嘘でしょ？え、ほんとっす。まあ、それ動画にしようぜ。ちょっと、ピー入るけど。どっちけよ。これピーだよ。あ、マジ？え？そうなんですね。あ、マジ？本当です、本当です。で、3月1日から僕引っ越すんで、うん、港に。あ、本当か。結婚するのお前。そうですね。あ、マジ？でも一緒に同棲するの？同棲してます。子供は？子供も作ってます。作ってますって書いて。どうやって作ったお前、コードに持ってくるんちゃうかよ、子供は。おい、なあ、あんたと私がさ、いい気持ちになったら子供できるんかい？
神から授かるんですね。神から。別にお前に言っとるんじゃないですか。刻んでくれよ。カメラの向こうの人に言っとるんだから。お前が映ってくんだってよ、お前。昨日アドバイスしただろ。はい。なんか俺の気分よく、あ、そうですね、そうですねって言っとくのが、はい、お前の仕事だぞって、お前、はい、むっちゃ引きつっとる、このブースボールのカメラ越しに映るんだ、この間、もやーっと。そう、じゃあもうできたら全然、ウェルカムだ。そうですね、もう。ねえ、男の子と女の子、どっちがいい？そこ、僕全然こだわりないですね、正直。あ、どっちもいい。何に欲しいとかあるの？もうその辺も全然こだわりないですね。じゃあもしうちの社員だったら、はい、誰が子供だったら、どういう性格が？まあ俺抜きで。だって絶対俺だったら俺ってなっちゃうやん。はいはいはい。こんな俺みたいなやつ子供生まれたら最高だろう。いや、どうですかね。でも何でも興味本位でいろいろやってくれる子供がいいですね。ああ。なんか何でもやるみたいな。あ、何でももうわんぱくな感じがいい。野球とかサッカーとかも好きみたいな。ね、いいかもしれない。ああ。なるほどね。女の子だったら。女の子でもそれぐらいがいいですね。女の子だったらお前めちゃめちゃ可愛がりそうだな。そうですね。でも弟の子供が女の子いるんですよ。はい、そうね。あ、弟の子供で。そうそう。ああ、そうかそうかそうか。ね、姉ちゃんが男の子いるんで。姉ちゃんが、あ、男の子って、はい、あ、弟に女の子がいるんだ。なんかだから可愛いですよね、両方とも。あ、そうだよな。子供は可愛いね。何年付き合ってるかその。よく長いですよ。もう9年。9年付き合って。はい、え、ってことはもう今いくつ？僕29なんで。29なんで20歳の時。そうだ、20歳ぐらいから。一番そんな遊び盛りの時に何回浮気した？僕指と足じゃ足りないです指と足と足だよ、まあ、足の指と手の指だろう、ね、指と足だと思う。12本になっちゃうだろう、ね、そう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 、はい、真ん中もあるんだ。真ん中もあります。足がもう一本。真ん中真ん中は違うか。ソーセージか。真ん中のソーセージか。そう、9年か。なんでバレたことあるの？何回か。いや、ないですね。あ、ないってことはもう一回もしてないってことだよな。そうそう。今ネタで言ったんだろ。そうそうそう。ネタで言ったの使っていいだろ。いいっすよ。あ、いいっすよ、全然。全然いいっすよ。そうか、いいな。じゃあちょっとね、まあ日にちは楽しみにしておいてください。また YouTube に上がってくると思うんで、企画でちょっとやろうか。どんな企画ですか？当日、生配信。生配信ですね。あ、そんで、あ、お前らのライブやつでやれじゃん。足場専用のチャンネルで。はいはい。準備成功のチャンネルで。じゃあもう雨降ってきて、もう帰っていい？そうですね、まあちょっと取れたからでしょ、最後いい話だけど。まさかの爆弾発言が出たので取れたがありますん です、ね、なかなか今はもうちょっとね、嫌がらせされてるもんで、うん、ちょっとあんまり足場の動画も取れないんだ。ちょっと申し訳ないですけど、またチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。